いいですか、開けますよ、せーの、ちょっと待って、いいですか、いいですか、じゃあタイマニーニュース。どうもキャスタイマニーアメミヤルナです。どうもキャスタイマニーピコリです。本日はタイマニー RPG よりニュースです。イエイ、ニュースですって言った、あ、本日はタイマニー RPG よりニュースです。皆さんお待ちかね、メインクエスト56章が間もなく公開予定でーす。やったー、イエイ、よっしゃー、嬉しい、めっちゃ嬉しい。今回のストーリーでは冒頭からマイカ姉さんが登場ということで、荒廃した未来のお話となります。マイカ姉さんの今回の活躍が楽しみですね。皆さんぜひストーリーを楽しんでください。するする、メインクエストのプレイもお願いしますって言ったらどうしたい。メインクエストのプレイもせーの、お願いしたいマミン。はい、ここからは復刻情報です。レイドイベント、トラと天使とアルバイトが復刻開催予定です。イエイ、よし、嬉しい。ストーリーの内容は、闇の地下都市ヨミハラに正義のヒーロー、ミシア・シルキス参上。任務のためヨミハラに降り立ったミシアは、そこら中ではびこる悪事を許せず、悪を注視、人助けを行おうと張り切っていた。そんな彼女を見かけた出前中のアルバイター虎次郎は、そんなことはお勧めしないと忠告するのだが、以上がストーリーとなります。昨年プレイできなかった方には絶対に挑戦していただきたい内容です。イベント報酬はザ・ヒーロー・ミシア・シルキースとなりますので、ぜひこちらのニュースもプレイと合わせてお願いしたいマニー。さらにイベントプレイと合わせて、過去に開催された新生活応援限定ガチャがすべて復刻開催します。おお、どっぱら、やったね、絶対やろう。それでは早速紹介です。実装ガチャはこちら、復刻新学期限定ガチャ2020、制服の残機秋山凛子、学園レビュー瀬戸那アルストナ、制服委員長篠原麻里、復刻新生活応援限定ガチャ2021、凄惨なる女王蜂おぼろ、新生活応援メルシー、やる気強要フォームメイ、復刻新生活応援限定ガチャ2022、高機動チア兵装効果はアスカ、応援や稲崎、サンライズチア日の出ひまり、以上のピックアップガチャがまとめて開催となります。イエイ、すごい、やったやった、9個も、すべて限定か、すべて限定開催となりますので、入手されたい方はぜひこの機会をお見逃しなく。さらにセレクションプレミアムガチャが更新です。毎度豪華なラインナップで実装されるセレクションプレミアムガチャですが、今回の対象ユニットも豪華となっております。イエーイ、実装ユニットはこちら、クラシックメイドウィッチリリス。稲毛夏、ムルシェ、やよい、以上が実装となります。 SR ユニットが2体ピックアップされるのは本当に嬉しいですよね。そうですね、めっちゃ嬉しい、ありがたいマニーです。皆さんぜひこちらの挑戦もお願いしたいマニー、したいマニー。そして今回タイマニーニュースにルナシュンが登場したということは、そう、第13回タイマニー RPG 公式放送の公開が決定いたしました。イエイ、ありがとうございます。やったね、やったね。第13回タイマニー RPG 公式放送は3月22日19時より公式タイマニー RPG YouTube チャンネルにて公開になります。今回も新規実装ユニット、キャンペーン情報、プレゼントなど、タイマニー RPG ファンにはたまらない情報盛りだくさんでお届けですよ。僕が挑戦するプチタイマニーチャレンジもありますので、ぜひそちらもお楽しみに。ありがとうございました。一生懸命言ったんですけど聞き取れました？かっこいい、あ、優しい、素晴らしい。夜何食べたの？怒るの？あ、怒るの？
うなしん、ありがとうございました。それでは皆さん、大魔忍 RPG 公式放送を、せーの、お願い大魔忍合わせて、お願いにしたいわ。私のお願いにしたいわ。せーの、お願いしたいわに !30 度でお願いします。それではいきますよ。以上、大魔忍ニュースでした。おっぱいが邪魔でちょっと。なるほど。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ありがとうございました。サービスカットでございます。カメラさん寄っていただいてよろしいですか。やりすぎは注意してもらっていいですか。ちょっと言うと。